はい、どうも、ティカでーす。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画いいなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今回は、ポジション別阪神の OB 選手紹介、投手編やっていきたいと思います。はい、というわけでね、9月も半分以上が終わり、シリーズ2もね、すでに3ポジション追加されています。で、来週のね、火曜日27日にはおそらくね、OB が解禁されると思います。で、OB 選手はね、TS と違ってもういろんな選手がいるんで、今回は各ポジションね、何人かに絞ってやっていきたいと思います。で、今後ね、野手編も出そうかなと思ってるので、また出たらそちらを見ていただければなと思います。それでは投手編やっていきたいと思います。どうぞ。はい、というわけで投手陣やっていきましょう。まずは先発からいきます。先発はこちらの選手を紹介したいと思います。はい、というわけで今回は4名を紹介していきたいと思います。まず1人目は2019年の OB で登場していた下柳選手です。登場年度は2019年のみで、能力の方が球威制球同値可能となってます。で、球種の方はそんなに強くないんですが、一応超対ピンチを持っています。というわけで、まあ球威制球同値もいけますし、制球 A もいけるんで、まあリーグ的には強い投手かなと思います。続いて小林選手です。小林選手2018年の OB が唯一の登場となってます。で、能力の方が完全スタミナ型のスタミナ A となっていて、称号で球威 A っていうところも狙えます。で、球種はリアタイ向きじゃないんですが、アンダースローでさらに少しね、タイミングの取りづらい固有フォームがあるんで、まあ少し打ちづらいかなと思います。で、特殊能力としては巨人キラーを持っています。まあ、小林選手に関してはね、巨人から阪神にトレードやったかなでやってきて、で、巨人戦にね、目一方強かったってね、いう投手なんで、まあここのね、巨人キラーはまあおそらくね、新しく出てきても外れないんじゃないかなと思います。まあそれこそね、 TS の能見さんとかも2回出てきて2回とも巨人キラーついてるんでね、まあおそらく外れないんじゃないかなと思います。で、3人目は井川選手です。井川選手は2018年に初登場して、18年20年と2回登場しています。というわけで、まあ18、20と来てるんで、今年先発枠で登場する可能性はあるのかなと思ってます。で、能力のが球威スタミナデフォルトでとなっています。で、B 級指示を2つ持っていて、特殊能力に対ピンチを持っています。まあ、井川選手に関してはね、去年のスピリーグで先発ローテ入ってて、まあ、球種は3つしかないんですが、サークルチェンジの変化量が6だったり、まあ、そこにね、対ピンチを持ってたりというわけで、まあ、なんだかんだね、抑えれる投手やったんですが、まあ、そこまでリアタイ向きではないかなとは思います。まあ、それでもね、デフォルトで球威制球 A ですし、B 級指示もね、2つ持ってるというわけで、まあ、リアタイはね、まあ、少し使いづらいかなとは思いますが、リーグ的にはめちゃくちゃ強い投手やったなっていう印象です。で、先発最後が江夏選手です。江夏選手に関しては、2016年の OB 初年度に登場して、16年、17年と登場して、そこから一度も登場していません。というわけで、江夏さんがね、今年出てくる可能性もあるんじゃないかなと思います。で、能力の方が、デフォルトで球威スタミナ A となってます。で、投手適性がね、先発メインなんですが、中継ぎ抑えね、トップ3でいけます。で、特殊能力に超対ピンチは持ってるんですが、球種がストレートとカーブとシュートしかないんで、リアタイ的にはきついです。というわけで、まあ、結構ね、江夏さんと井川さんはどっちかというとね、まあ、被ってるタイプになるんじゃないかなと思うんで、まあ、出てくるなら、井川さん、江夏さん、どっちか一人かなと思います。まあ、個人的にはね、小林選手をね、使ってみたいなと思ってるんで、まあ、今年先発枠ね、小林選手来てくれたら嬉しいなと思ってます。まあ、他のね、先発投手としてパッと思いつくところやとね、岩田さんとかも今年から OB 対象です。続いて中継ぎ行きましょう。中継ぎはこの選手たちです。はい、というわけで3名紹介していきたいなと思います。まず1人目は藤川選手です。まあ、藤川選手に関しては去年からね、OB 対象になって、まあ、コナミさんとね、コラボして、早速 OB で登場してきました。で、能力の方がデフォルトで9位 A、9位89となって、で、過去にはね、TS とかでもね、登場したことあったんですが、もう、がっつりね、球種の査定が変わって、まあ、査定が変わったというか、コラボして変わって、TS で登場していた時は、ストレート、カーブ、スプリットだけだったんですが、火の玉ストレート持ちに変わって、で、さらにね、ツーシームスプリット持ちになったというわけで、まあ、TS の頃はね、藤川選手なのにそこまで強くないって言われてたんですが、去年の OB からめちゃくちゃ強くなりましたというわけで、まあ、今年はね、おそらく来ないんじゃないかなと思いますが、まあ、今後ね、まあ、来年再来年とか、OB で再登場したり、それこそね、阪神のコーチ陣とかに入って背番号を持たれたね、TS で来ると思うんで、まあ、この能力で来たらめちゃくちゃ強いんで、今後ね、OB、TS で登場した時には獲得しといた方がいい選手だなと思います。続いて、桑原選手です。桑原選手に関しては今年から OB対象となっているので、 OB で登場したことはありません。で、 TS でも登場したことは一度もありませんというわけで、まあ登場するならこの年かなっていうのを今回はちょっと引っ張ってきてみました。それが2018年シリーズ1です。で、なぜこれを持ってきたかというと、2017年に桑原選手が阪神で金本政権の時にね、大活躍して、67登板で39ホールド43ホールドポイント、防御率が 1.51 などなどというね、成績で、まあめちゃくちゃ強い球威制球81、80、称号で球威制球 A 同値が可能と
というね能力で登場してきたこの年が OB で来るなら来るんじゃないかなと思って持ってきてみました。で球種としてはね3球種しかないんですが、うち2球種が B 球種以上となっています。で阪神でね最後に登場した S ランクはタイピンチ持ってるんですが、残念ながらねこの年はタイピンチ持ってません。で中継ぎラストはウィリアムス選手です。ウィリアムス選手に関しては2018年の外国人 OB で登場したのが唯一の登場となってます。で能力の方がデフォルトで QA となっています。で球種に関してはストレート、スライダー、サークルチェンジと3球種しかないんですが、ストレートとスライダーが共に B 球種以上となっていて、さらにねスライダーの変化量が7、そして特殊能力に超タイピンチを持っているというわけで、まあリーグ的にも強い、そしてリアタイでもおそらくまあワンポイントとかでは全然使える投手、まあ1イニングねいけるかどうかっていうのは使ったことないんでわかんないんですが、まあめちゃくちゃ強い投手ですし、まあこのね左側にも映ってる藤川選手が去年 OB で出て、今年の TS で久保田さんが出たというわけで F、K が揃ってて残り J だけっていう方もねいるんじゃないかなと思うんで、まあこのね JFK の J ウィリアム選手を待ってる方っていうのはね多いんじゃないかなと思います。だけどまあ自分としてはこの中で登場してほしいのはウィリアム選手かなと思います。さあそして抑えです。抑えはこの人を持ってきました。はい、オスンファン選手とリベラ選手です。まあまずねオスンファン選手からいきましょう。オスンファン選手に関してはまだ一度も OB では登場したことありません。でオスンファン選手ね今年で40歳なんですが、まだね現役を続けられているというわけで OB で来る可能性低いんじゃないかと思う方もいるかもしれないですが、まあ他球団にね目をやってみると2020年の OB では独立リーグでプレーされている川崎選手が来てたり、これも2020年かな、2020年の外国人 OB ではソフトバンク井出穂選手が来てたりとね、まあ現役選手もたまには来るんで、まあオスンファン選手がね今年抑え枠で登場する可能性はゼロではないかなと思います。でオスンファン選手に関しては一直球の持ち主で、まあ阪神でもね2015年まで在籍していたというわけで、まあ15年のね選手名鑑見てもらったら阪神22っていう選手がオスンファン選手なんですが、で当時はねあまり詳しく知らないんでわかんないんですが、なんか一直球はね火の玉ストレートと一緒で上方向にカーソルが表示はされるようなんですが、まあそんなにね動かないとは一応聞いています。まあもしねオスンファン選手のねプロスピー知ってる方いらっしゃいましたら、ぜひともねコメント欄で教えていただければなと思います。まあそれでもねオスンファン選手に関してはね2014-2015とね、2014年は39セーブ2015年は41セーブをね上げたというわけで、14年15年にね阪神を見てた方には印象の強い選手なんじゃないかなというわけで、まあ自分もね当時オスンファン選手見てたんで登場してほしいなと思います。で一応ね球種はね一直球一直球って言われますが、ツーシームフォークを持ってるんで、まあリアタイ的にもね登場したらね強い選手の一人かなと思います。でもう一人が2019年の外国人 OB で登場していたリベラ選手です。で能力のがデフォルトで QA となってます。でまあねあの選手メーカーの方でね皆さんで見てもらったらいいかなと思うんですが、まあリーグ的にね QA っていうところがいいぐらいで、まあ他はそんなに目立った強さはないかなと思います。 B 球種も一つですし、まあ突然で中継ぎに置けるぐらいかなと思います。まあ過去にねプロスペで登場したことあるんで、登場の可能性はゼロではないかなと思って今回は挙げさせてもらいました。はい、というわけで今回はポジション別阪神の OB 選手紹介投手編やっていきました。いかがだったでしょうか。まあ個人的にね先発中継ぎ抑え一人ずつ上げるとしたら、まあ先発で来てほしいなら、まあやっぱり小林さんかな。まあ江夏さんとかもね使ってみたいですが、まあ阪神でねアンダースローの投手っていうのがいないっていうのと、まああとフォームがね少し変則っていうところで、まあ A ランクは持ってるんですが S ランクでね使ってみたいなっていう思いがあります。で中継ぎはもうウィリアム選手一人です。もうね F と K が揃ってるんで、あと J 揃えたいなっていうところがあるんで、まあ4年ぶりにねウィリアム選手登場してくれたら嬉しいなと思います。で抑えはねやっぱりオスンファン選手かな。オスンファン選手のね一直球っていうのが気になるんで、まあプロスピ 2014PSP のやつはやってたんですが、まあプロスペースのねオスンファン選手使ったことがないんで、プロスペースで一直球のオスンファン選手使ってみたいなと思うので、まあオスンファン選手ね来てくれたら嬉しいなと思います。で今回ね投手編の紹介やっていったんですが、まあ今回ね写真やったり名前だけでやったりね紹介した選手いたと思いますし、まあ、今回ね名前出てこなかった選手もねまだまだいると思うので、この選手欲しいなとかね、この選手来たら面白いんじゃないかなって思う選手いれば、ぜひともねコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画いいなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやってますので概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。